ザスパ草津群馬背番号38番浜笠大輝です。今日はセットプレーの蹴り方のコツを教えるので、ぜひチャレンジしてみてください。まず3つのポイントはこれ。蹴る前に深呼吸、狙うところをイメージする、インパクトを意識する。まず体に力が入っている状態だとボールに余計な力が伝わり、ボールの精度が落ちるので、深呼吸して自分の心を整えましょう。蹴る前に自分の蹴るコースを意識して助走を取り、狙いを定めます。イメージをしっかりと持つことはとても大切です。キックをするときは場所によってキックの種類を変えます。直接であれば強めにボールを叩き、コーナーキックなどの味方に合わせるときは少し柔らかめなボールになるようにインパクトを意識します。みんなポイントを覚えて、ぜひチャレンジしてみてください。